牧キ太郎は、日本の歯科医師、歯学者、昭和大学歯学部歯科共生学教室主任教授。1984年昭和大学歯学部卒業、1989年度、大学院修了。異語道大学助手、講師を務め、2003年より、主任教授に就任。1989年昭和大学から、歯学博士号を得る。 論文の題は、三次元造再構築時の基準と骨炎定量機能を備えた X 線 CT 規格撮影法についての研究。AB、牧光太郎先生、患者さんに優しい矯正治療の未来像。第3回国際歯科シンポジウム。GC。2013年2月14日閲覧。シェアサイドラボサイドの矯正装置ビジュアルガイド著者、略歴。 茨く出版。2013年2月14日閲覧。博士論文書誌データベースハット ABCDEFG 牧光太郎。J グローバル科学技術総合リンクセンター。2013年2月14日閲覧。平成24年25年度東京共生歯科学会役員委員。東京共生歯科学会。2013年2月14日閲覧。 役員、昭和史学会、2013年2月14日閲覧。役員、日本シミュレーション外科学会、2013年2月14日閲覧。ありがとうございます。